はい、もうミニゲームも残り少ない大剣豪でやってきたと、しなり続ける刀で、スコア1300以上出す。しなり続ける刀ってさ、すげえ面白かったイメージがあるんですけど、しなり続ける時の間に爆弾があるときどうすればいいんかなって思ってたやつなんですね。しなり続ける刀、メモとこ。しなり続ける刀。やってます。よっしゃ。1300ってどんなもんなんやろね。初見の開封の、あ、俺ここ読むの忘れたな、さっき言った通しの時。まあいいや。あ、読んだわ。しなり続ける刀。純和風チャンバラアクションゲームで刀をしならせて上から降ってくるものを傷つきを集中力と刀さばきがハイスコアの秘訣。あ、爆弾を切っちゃダメだよ。この爆弾をミッション、何やったかな、あれ、チャレンジ。なん、あ、ミッションかなんかの、マニア系で、だからずっと刀をやらなあかんやつで15個クリアする、例えば15個クリアする中に特殊の爆弾が絶対にどうやってやるんやろうって分からんくてクリアできた時のあの感動があったんやけど、ゆっくり回すと爆弾切れなくなるっていうのが仕様だったと思ってます。開封の儀。これね、落ちてくるものを切りつける、一振りでたくさん切ると高得点ぐらいしか書いてないから、速さで切れ味が変わりますと書いてあるんか。切ったか、あ、書いてある。あ、書いてない。これね、ゆっくりいかないと切らんってできんねってな。意味わかる ?1300 円。ちょっと動いてるの初めて、あれ ?1300 って、え ?1 いって ?1300 回すのこれ俺。筋肉痛になる。じゃあ筋肉痛どころか俺時間が、時間ないやん。気持ちいいけどよ。気持ちいいけどよ。このゲームの雰囲気も全部好きだけどよ。タッチペン一回置くよ。切るよ。そして、何今の、あ、一回で2個切るとプラス2点とかなるんや。なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。なるほどね。そんでもむずいわ。あ、ボスいる。お、おー、何これ。いやいやいや、無理無理無理。説明書足りん。説明書足りんくね。はい、激面白。俺このゲーム面白いって言ってたらミニゲームのやっぱ最終やったよね。やっぱ面白いもんだってこれ。俺が言ったみたいに言うな、わざわざ。だから11、だから2枚切ったら5点になるってことなっちゃう。爆弾をね、ゆっくり切るんだよね。1300むずそうやな。これ初見でいけそうにない側のやつやな、多分。書きは点数が高いんじゃなくて早いだけっけ。あ、DS カチャってなったけどめっちゃおもろい。何回？1万点ぐらいあるの？1000点ぐらいあるの？200点は欲しい。何回すんのこれ。ミニゲームおもろいな。なんか出来上がってきてる。15点。15、やべえな、今切るんかと思った。うわ、爆弾。え、これ切らんくてもいいんか、もしかして。今の落ちてきたやつ切れたんかな、あのクマ。こんなに落ちてきてくれたら1300いきやすいわ。いきやすいってまた800円は、800円、180円は。なんかビヨーンってなった今、ビヨーンってなった。なんなんやろ。これ画面、DS 画面、あ、ね、あ、でも落ちたら NG になったもんね、これは。そっか。なんか書きも NG になるんかな。だから NG になるってそれしかないもんね。爆弾を切らんっていう、やったら止めときゃいいだけやから。危ない危ない危ない。そんななるんや。爆弾を切らんっていうのは止めとくだけでいいくなってまうから、やっぱり絶対落としちゃダメなんだよな、このゲームは。これが切れるかどうかやって。切れんのか？え、外したな、今。無事！ゴルフ、無事！ゴルフで無事！いやいやいや、ちょっと待って。ちょっと待って。
や、無事、無事いけるか。草入ってるやんけ。いやいやいや、ちょっと草生え。わあ、むずいな、これ。これで711ってことは、1500は難しいんで、初見動画はここまでにしようかな。